皆さんこんにちは、美容室アムの鎌田です。今日は今までで一番びっくりしたことについて話をさせていただきます。やはり5年前の東日本大震災です。その地震が起きた時は仕事でお客様にヘナの毛染めをしている最中でした。お客様にはこの建物は鉄骨でできているので倒れる心配はないという言いつつ、内心は異常に長い地震の縦揺れ横揺れがあり、頭の中でいろいろ考えては見たものの、まずはお客様を仕上げるのが最優先と思い、お客様が心配しないように気遣い仕事を終わらせたことを覚えています。以上が今までで一番びっくりしたことです。ありがとうございました。